オップ鉱山。オップ鉱山は、青森県中津軽郡西目屋村にあった、金属鉱山。金星には、銀、銅を産して栄え、江戸時代末期の鉱山地区は、津軽半寮内で、広崎、青森に次ぐ人口を擁していた。近代には開発と閉鎖を繰り返したが、太平洋戦争後に、近代的な開発が行われると、高度成長期には、高鉄鉱、王道鉱、 片円鉱、千亜鉱セなどを豊かに出す日本を代表する金属鉱山の一つになった。1970年代には、西目屋村の人口の1、3歩道を占め、村の基幹産業となっていたが、石油危機器に不振になり、1978年に閉山した。鉱物収集者の間では、世界的に高い人気のあるヒシマンロードクロサイトの産地、 オップマインとして知られている。オップ鉱山は青森県と秋田県に横たわる白神山地の東部にある。津軽地方を代表する岩木川の上流には、メアダム建設によってできた宮間湖という人造湖があり、ここで岩木川は、安価土川、大沢川などいくつかの支流に分かれている。これらの支流のうち、オップ岳、標高1083メートルと神岳、陣だけ 標高1049メートルなどの間の険しい谷を北へ流れてくる湯の沢川を宮間湖から10キロメートルほど上流へ遡ったあたりがオップ鉱山である。なお、谷をさらに遡ると鶴辺落とし峠を経て秋田県に出る。オップ鉱山というのはオップだけの中腹一帯に分布する複数の鉱山の総称である。昭和年頃の記録では、 27の鉱山があった。主なものは、八甲鉱山、円光山、千岳の沢鉱山、滝の沢鉱山、銅山、朝日沢鉱山、堀田、倉鉱山、影の沢鉱山などである。再鉱されたのは主に銀、銅、鉛である。1971、昭和46、年頃が最盛期で、当時は日本で有数の金属鉱山だった。 鉱山一帯のうち鉱脈のある地層は、おおむね新大未期2300から260万年前に形成されたものである。その下の基板は、ホルンフェルスや変質砂岩からなっており、50メートル以上の厚さがある。これは、北上山地では典型的な地層だが、化石に乏しく、詳しい年代はわかっていない。この基板の上に、中心よ。 2300から500万年前に形成された様々な層が約2200メートル余りの厚さに積み重なっていて、火星作用によって変成を起こしている。こうした層は付近一帯で楕円形のドーム状に分布しており、谷に沿った断層で露出している。これらの層のうち主要な鉱脈となるのはオップ層、それに次ぐのがオップだけ層である。オップ層という名称は、 坑道内部を標識地として命名されたものである。この層は主に安山岩、石英安山岩室の業界岩、火山的業界岩によって形成されており、ところどころに溶岩流による変質安山岩が挟まっている。鉱脈の成因については、物理科学的な観点で正確に解明されたわけではない。岩木山などの火山が近いことから、 おおむね近隣の火山活動の影響によって、硬化作用が働き、熱水交渉となったものと推測されている。また、オップ層では、他の層に比べて、堆積の構造が顕著であること、鉱脈が断層面に集中していることなどから、堆積層の形成と断層活動が、交渉の形成との相関関係があるだろうと推測されている。オップ鉱山に限らず、 青森県では鉱山に関する歴史資料に乏しく、古い時代の詳しいことは分かっていない。オップ鉱山について、詳しく書かれた江戸期の文献も残されているが、難読のため歴史研究が十分に行われていなかった。伝承では、海山は平安初期の807、大道を2年とされている。ただし具体的な資料に書き、不詳である。 資料が登場するのは17世紀以降となる。1650、慶安3年に銀の採掘が始まったという記録があり、これ以降の開発については様々な資料が残されている。これから間もない1653、女王2年に、広崎藩の藩主津軽信義が鉱山を訪れいる。こうしたことから、実際には、この時期よりは、 早くから鉱山が営まれていただろうと推測されている。岩木川上流の山々は木材を切り出す山になっていたが、オップ鉱山一帯は、鉱山経営のために一般人の伐採は禁じられていた。鉱山が本格化したのは、遠方期、おおよそ1670年代と見られている。その頃、オップ鉱山よりも湯の沢川の下流側の寒沢山。 標高724メートルに位置する、神沢銀山が衰退し、代わって、オップ鉱山が銀山として本格化した。この時期に、大阪から、南蛮里、南蛮絞りという精錬技法、配布技法が導入されたが、これは、北東北地域ではかなり早いものだった。その頃描かれたと見られる周辺の絵地図が、現存しており、オッツフが、学銀を山と記されている。 この絵図によれば、オップ鉱山一帯は、柵で大きく四つのエリアに分けられていた。各地区の入り口には警備の番屋が置かれ、事務所、いくつかの官報や神社が記されている。神社は、伊勢社、一般に、アマテラス大臣を祀る、山の神社、稲荷社、水神社が描かれており、このうち特に注目されるのが水神社である。山深い鉱山で水神が祀られているのは、 採掘や精錬に多くの水を利用していたことと同時に、校内の湧水に悩まされていたことを示しており、後年の絵図にも複数の水路が描かれている。オップは町の様相を提しており、甲府、山市、精錬を行う吹きや燃料となる木炭を調達する、炭焼き、炊き出しを行う、五台所、商人、役人、山奉行たちと、 その家族が暮らす町屋が立ち並んでいた。急増した人口を養うため、鉱山奉行が私費で、麓の村、西目屋村の一部の神殿開発を行ったという記録もある。江戸のキリシタンが捕獲されて送り込まれたとか、キリシタンの取り締まりが行われたという記録もある。1677、遠方5年5月18日に大鉱脈が見つかり、 年間600から700の銀を算出するようになった。この頃に、広崎藩内で流通した貨幣は、オップ鉱山の銀でいられたものである。しかし、ほどなく、銀を掘り尽くしてしまった。さらに、銀鉱脈を求めて、深く掘り進んだことで流水が激しくなり、行動が水没してしまった。上京年間、1680年代後半には、 すでに銀山としての価値はほとんどなくなってしまった。泉対策の費用負担が重くなり、藩では銀山の経営を諦めて御用商人に鉱山開発を請け負わせるようになった。大阪商人、秋田商人、広崎の商人や津軽の山しが一年ごとに入れ替わり鉱山を請け負ったが、大損をして退いたという記録が残されている。それから、 半世紀ほど経った1734、教法19年に、鉱道の改良紙を結んで排水に成功し、銅、鉛の有望な鉱脈が見つかった。生産は一気に進み、年間約440トンもの産出量を誇った。広崎藩は、毎年11万貫近い銅鉛を大阪へ、改装するようになり、オップ鉱山は、銅山としてのピークを迎えた。 オップの人口は8000人に達し、広崎藩内では、本庄のある、広崎、港町である青森に次ぐ、人口規模を持っていた。銀山の時と同じように、掘り進むほどに湧水が激しくなり、これを排出するために囚人が送り込まれて酷使された。しかしそれと、相まって、長産騒ぎも頻発し、その追跡や取り締まりに要する出費がかさむようになって、 やがて囚人労働は廃止になった。明和年間、おおむね1760年代に、銅山は最も栄えたが、やがて銅の産出量の減少、品質の低下が進み、これに反比例して、泉対策に苦しむようになった。完成年間、1790年代には、菅井真澄が何度かこの地を訪れた。雪の母、両夫と式、諸尾滝の中で、 この山は、イデハ、デワに、近くそびへたる道を掘るところなり、おつフの名は、元エゾイヘルナルベシ、と表している一方、外ヶ浜気象では、一帯が、廃墟のように朽ちている様子が描かれている。文政年間、おおむね1820年代には、産出量は、最盛期の五十分の一余りに落ち込み、人口も十分の一になった。明治維新の動乱に伴って、 広崎藩は鉱山を放棄した。1872、明治5年の個数調査では、最寄りの砂越村、後にメアダムの建設で、水没20名の金ほじり土星が記録されており、東北地方からの出稼ぎ交付が住み着いていたことが、わかる。1874、明治7年に採掘を再開したが、その後工業権は転々とし、昭和初期まで、 幾度か開発が試みられたが事業には乗らなかった。1952、昭和27年、三菱金属工業、現在の三菱マテリアルが鉱山を買収し、後に現地法人として子会社のオフ工業を設立した。三菱金属工業、オフ工業は山形県の八谷鉱山を経営しており、そのノウハウや人材をオップ鉱山にも投入し、 近代設備を整えて開発が行われた。これによって、オップ鉱山は近現代における最盛期を迎えた。この時期の主要な鉱物は、王道鉱、片塩鉱、仙阿鉱鉱、高鉄鉱、ひしまん岩鉱、石英、緑泥石で銅のほか、鉛、亜鉛、硫化鉄などを生産していた。1 9 7一昭和十六年にピークを迎え、年産量は、 銅成鋼4800トン、鉛成功4900トン、亜鉛成功15200トン、硫化鉄成功38000トンなどとなった。この時期の従業者数は355名、鉱道の総延長は 77km に及び、日本有数の金属鉱山だった。西目屋村にとっては、オフ工業だけで存税の3割を占めていた。一般的な鉱山では、 校内で採掘された鉱石を地表で運び出して、潜航を行うのだが、そのためには先行前後の鉱石や、脈石、釣りを集積する場所が必要である。しかし、オップ鉱山は、北上山地の山中ということで、ただでさえ多設地域で積雪時の用地や運搬路の維持、確保が容易でなく、しかも鉱山は狭く険しい峡谷にあって用地に、乏しい。そのため、 地下の行動内で鉱石の粉砕を行い、これを坑内から水で押し流して、行動入り口まで運ぶという手法が取られた。その過程で流水による選鉱が進むというメリットもあった。このように地下に選鉱場を設けるというのは、オフ工業が山形県で経営する八谷鉱山で確立されていた技術である。これによって用地の問題は解決し、 効率的な経営が可能となったが、狭い構内にこれらの設備を設けたことで構内の環境は悪化した。さらに、行動入り口から谷が開ける地点まで8キロメートル余りに及ぶ交換を敷設し、先行後の鉱石を輸送した。それまでは、狭い谷を抜けて通じる道路や橋が川の氾濫や、雪害でしばしば損傷し、その補修や維持が負担になっていたが、 それが大きく改善された。しかし間もなく、鉱山の採掘量の減少と、1973、昭和48年のオイルショックによる市況の悪化が、相まって、経営は一気に安定した。オフ工業は1978、昭和53年8月8日に創業を停止、1年後に閉山となり、数年後に生産して消滅した。鉱山地区はとなり、 西目谷村の人口もピーク時の半数以下に減少した。鉱山の資料は西目谷村、砂後世の砂川学習館に展示されている。鉱山の創業中から重金属を多量に含むオップ鉱山の排水は湯の沢川に流入していた。同様の濃度は一般的な河川の20から30倍以上となり、水産用の水質基準と比べても15から20倍に、及び 生物の住めない環境となった。湯の沢川は、宮間湖、メアダムで岩木川本流に注いでおり、そこでかなり薄まるものの、下流の広崎市街でも、銅の含有量は、水産用基準を満たさない濃度だった。旧川の合流地点付近まで下ると、ようやく基準をわずかに下回る水準だった。汚染は地表を流れる川だけに留まらず、地下に浸透し、 離れた場所の湧き水にも影響を与えた。鉱山から40キロメートル余り離れた五所川ら市では地下80メートルから湧く池の水が汚染され養殖の行為が死滅する事例もあった。オップ鉱山が閉山になった後も鉱道内の湧水のほか周辺の釣山への雨水や雪解け水が湯野沢川へ流入し続けた。青森県では対策として湯野沢川へ 交際ダムをいくつも建設し、溜まった交際を引き上げて処理する最終処分場を整備した。青森県はこれらの施設の建設に数十億円を投じているほか、水処理費に毎年よく4000万円余りを費やしている。近年も交際ダムの堆積物による影響で処理場のポンプが停止したり、2013年大雨で溢れたりして未処理の排水が流出する事故。 2015年がたびたび起きている。岩木川の水系は、広崎市の上水道水源になっており、その都度水質調査が行われているが、重大な影響には至っていない。オップ鉱山は、もっぱら銀、銅、鉛、亜鉛を産する鉱山だったが、鉱物収集市民者の間では、騎士万岩鉱の産地として、世界的に知られていた。騎士岩鉱は、 マンコで表される、マンガンの炭酸塩鉱物で、オップ鉱山のような熱水鉱床、特に銀鉱山でしばしば散するものである。マンガンを得るための主要鉱物の一つではあるが、ローズピンクに発色したものは、工業原料としてよりも宝石物、半奇跡として珍重されている。特に、アメリカでは三本指に入る人気のある鉱物とされており、英語では、バラ色を意味するギリシア語、 デルタ回路オメガから、ロードクロサイト、ロードクロスイートと命名されている。ひ満まん岩鉱は、その名が表す通り、一般的に地中から算するものは、ひしめ定状の結晶構造となって現れる。これに対し、オップ鉱山のひ満まん岩鉱は、粒状、武道状、段階状になって出てくるのが印的で、北海道の稲倉石鉱山と並ぶ日本の代表産地だった。 オップ鉱山が創業していた頃は、マンガン鉱を加工した装飾品がこの地域の土産物として流通していた。現在も、ロードクロスイートフロムオップマインは、世界各地の収集家の間で取引されている。このような粒上、段階上となって出現するマンガン鉱としては、チャレンジャー号体験公開によって1873年に、 深海の海底から見つかったものが世界的に知られており、もっぱら海底で産出することが経験的に知られていた。しかしその生因などはよくわかっていなかった。オップ鉱山が1979年に閉山になった後、坑道の入り口には耐圧性の蓋が設けられて圧力密閉され、坑道内の湯水、排水は鉱内に止まるようになった。 15年後の1995、平成7年に、校内の調査を行った際、溜まった排水の中から、粒状、球状、円盤状、小盤状などの満画段階が発見された。大きいものでは、粒の直径が7.5センチメートルもあり、小さいものも含めると1000個余りも見つかった。これらの満画段階は、行動の密閉前は存在しなかったことから、 明らかに15年間で生成されたものだった。段階や見つかった場所の排水などの分析から、マンガンを高い濃度で含む水中において、何らかのバクテリア活動の影響で生成されたものと推測されている。確実に解明されたわけではないが、マリモと同じように微生物が作るコロイド状の水の中で浮遊したり、回転しながら、球状に成長したものと推定されている。 近代に鉱山経営を行っていたオップ工業所では、大道2年の解散説を紹介していた。東欧日報では、区伝として、奈良時代の解散説があるとした上で、オップ鉱山の道が、奈良の大仏の造営、750年頃に用いられたとする伝承を紹介している。しかしこの伝承は資料を書いている。俗日本記。 797年成立では749、天平21年に、道の区国産の砂金が献上されたという記録があるが、これは、小田軍、現在の宮城県東部が産地と記録されおり、近年の現地、黄金山の上社付近の遺跡調査の結果もそれを裏付けている。地元には、鉱山発見にまつわる物語が伝えられている。これに売れば、 下流の村人が山中で昼食を取ろうと握り飯を取り出したところ、猿に奪われてしまい、追いかけて沢を遡ったところ、川床が光っているのを見つけたとされている。この逸話は江戸期鉱山責任者の著作とされる山記録に採録されている。1960年代には鉱山地区の人口は1500人ほどで、西目屋村の人口の3割が集中する最大の 集落になっていた。スーパーマーケットの進出が広崎市内より早かったとか、バイクの保有率が青森県内で1位だったといった逸話も伝えられている。地元の地方紙である東欧日報は当時の鉱山労働者の解雇として、広崎で一万円札を持っているのは鉱山関係者だけと言われたとのエピソードを紹介している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。